国道196号起点表愛媛県松山市西堀端交差点国道196号終点西条市小松町新屋敷付近国道196号は愛媛県松山市から今治市を経由して西条市に至る一般国道である愛媛県今治市菊間町浜愛媛県の松山地区と東予地方を結ぶ重要ルートの一つで県内 第2の人口を要する今治市を経由し、西瀬戸自動車道にも連絡している。また、全線が指定区間となっている。松山市内や今治市中心部は近年まで片側1車線の道幅のままであった。しかし、現在では、どちらの区間でも松山北上バイパス、今治バイパスといったバイパス建設や原動拡幅の工事が完成しており、 交通事情が改善されている。一方、松山市大浦から今治市大制地域付近にかけては、瀬戸内海の時の田に沿う、眺望の良い区間であり、愛媛県中心部の手軽なドライブコースとして人気がある。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。トンネルカヤマトンネル、愛媛県今治市菊間町道の駅愛媛県西条市。 医師だ、ありがとうございます。